セイバーは私と契約して、シローは私に協力、そういうことで構わないよね。セイバーが承諾しているなら。うん、セイバーは私のだし、シローも私のものなんだから口答え禁止よ。俺、東坂のものじゃないぞ。何よ、私と契約したじゃない。シロー、私は私の意思でこの時代にとどまります。私は最後まであなたたちを見届けたい。彼は私が間違えていると言った。その答えをいつかあなたが教えてください。セイバー。はいはい、難しい話はそこまでにして今後の話をしましょう。そうね、協力者が未熟なままっていうのもあれだから、戦闘技術はセイバーが鍛えるとして、魔術は私が教えるわね。登坂、俺の師匠になってくれるのか。仕方ないでしょ、他に適任者がいないんだから。それにシローは私のなんだから、他のやつに任せられないわ。さあ戻るわよ、今日からビシバシ行くから覚悟なさい。セイバー、行こう、3人で。